はい、今日はですね、今ノアのガソリンの試乗をさせていただいてるんですけれども、今日ご紹介するのは、まあ、今、ちょっとカメラ使っているんですが、まあ、こちらのネオシーさんから、今リリースされています、まあ、グリーンファンディングからこのアクショングラス今発売しているんですが、こちらのご紹介を今日はいたします。で、まあ、こちらのカメラ、私も今までの試乗動画で少し使わさせていただいたんですけれども、まずすごくいいなっていうところを今日ちょっとご紹介していくと、このように今ハンズフリーの状態、今私このような形で両手今出してるわけなんですけど、こうやってハンズフリーで使えるっていうことです。で、今までのカメラって例えばこういった、私これソニーの、FDR の X3000 っていう、まあ、このカメラ、まあ、このカメラ自体を、窓ガラス、まあ、これ吸盤になってますんで、まあ、取り付けて、セッティングして、あとは、バッテリー自体もやはり古くなってきちゃうと弱くなってきちゃうっていうのもあるんで、まあ、いつ切れるかわからないっていうこともあったりするんで、まあ、ポータブル電源をつないでセッティング、あとはこういったメーターです。このメーターの、パネル自体も、GoPro を使って表示させていました。で、これは何がいいかというと、こういったメーター自体も見たいとき、表示したいときにこうやって表示できますし、かつもう自分がこのサングラスをこうやってつけるだけでもうこの車載の画面というのが、まあ、出来上がるっていうことがありますので、非常にまずこうやって動画を撮るときに煩わしい準備をする必要というものが全くないということになります。そこが非常にメリットとして大きいところになります。ただ今まで、まあ、動画の中で私の視聴者さんの中でやっぱ少しこうブレが気になるからやめてほしいと、気持ち悪くなるというね、コメントもいただいてて、まあ、もちろんそれも私も使い方によってちょっとこうブレがね気になるシーンとかあったりするとちょっと嫌だなって思ったりする時もありました。例えば今このような形で首を今できるだけ動かさないようにこうやって固定してるんですけれども、例えばそれを気にせずこういう風に振ったりするとこう結構気持ち悪かったりします。で、僕も車乗るときにこういう感じでミラー、右のミラー、それから左のミラー、こうやって見たりするわけなんですけど、でなおかつ後ろのこの後方を見る場合ですとルームミラーを見たりするわけなんですけど、まあ、そういったことをね、やっぱりこう繰り返していると、まあ、当然見てる側からすると、まあ、結構気持ち悪いなって、まあ、思ったりするっていうところはあったりはします、もちろんですけど、やっぱり何がいいかって言いますと、やっぱこういった自分の視点でこのシーンが撮れるっていうことです。まあ、そこがねすごくいいなと思います。まあ、これメインで、まあ、使うっていうこともできる。これ実際に解像度自体はHD 相当 1080p の解像度をなんですけれども、全然十分な解像度を保ってますし、前の車のナンバープレートもちゃんと見えます。見れるようになってる。ただちょっと気になるところが少しこう露出っていうところですね。少しこうカメラ自体がちょっと暗い、やっぱレンズ自体が少しね小さいレンズを使っているっていうのもあるので、まあ、ちょっとその辺のね光の入り具合っていう意味においては少しこう足りないなっていうところはあるかもしれないんですけれども、ただ露出自体もちゃんとこのアプリ上で変えることが、まあ、できるようにはなっています。まあ、そこちょっとね調整するのは結構難しいかもしれないんですけど、この外側が明るいとどうしても中側が暗くなっちゃってメーターが見えなかったりとかするんですけど、まあ、一応オートではついているので、こうやってクローズアップするとメーターもちゃんと見えるようにもなるということで、こうやって移動しているときに必要な情報をしっかりと、キャッチできるっていうね、まあ、そういったところなんかがすごくこのアクショングラスを使う大きなメリットになってきます。だから、まあ、課題としてはやっぱりこのブレですね。あとはそのカメラの使い方、実際にこう首をの振り方をいかにこう自分で、調整できるかっていうことで、今こうやって今アプリをここに置いて使ってるんですけれども、こういった画面をね見ながら Wi-Fi で、当然 Wi-Fi を飛ばしながら見るということもできる、収録するっていうこともできますので、こういった画面を開きながら、撮れば、まあ、それなりの画面にはなるし、今私ファイナルカットプロっていう動画の編集ソフトを使ってるんですけれども、ああいったものでも手ブレ補正とかもできますので、なんか手ブレ補正をする
あの想定で使うっていうこともあのちゃんと頭に入れておけば全然使えないものではないのかなって思います。まあもちろんちょっとこれだと解像度が低いよねというのでやっぱり 4K 相当で撮りたいよっていう方にとってはまあソニーだとか GoPro の、アクションカメラを使うっていう手ももちろんあるとは思いますんで、まあそれとこう併用して使ってみるっていうのもありかもしれないです。だから車載のカメラとして、ソニーのカメラを使ってでこの、アクショングラスを使って、部分的にあのやはりシーンのねあのこういった車載のカメラとかで車載のビデオですとシーンがどうしても固定されちゃってやっぱりこう見る側からするとやっぱ少しあのつまらなさっていうのがあると思うんですよね。だからそういったシーンをいろんなシーンをこう見るっていう意味においてこのアクショングラスっていうのはすごく僕はあの画期的なアイテムなんじゃないかなっていうことで今思っていて、まあ、そういった意味もありまして、まあ、今回ねこれ非常に僕自身もこのグラス自体すごく使えると思います。こうやってパッと今度横見てこの横のね今これ景色撮ってるわけなんですけども、まあ、こういうものもパッとこう撮れるっていうのはやっぱりカメラ固定しちゃうとなかなかねできないことだと思います。で固定したところでまた今度ずらしちゃうとまた今度アングル変わっちゃいますんで、そうしますとやっぱりこう走ってる時にその作動動作っていうのがやっぱりできませんので、まあ、そういった観点からもこのアクショングラスというのはすごく使いやすくて、まあ、こういった動画のレビューとこういったのをするにおいても結構使えるアイテムなんではないかなって、まあ、いうことを、まあ、今回、まあ、思った次第なので、まあ、ご紹介をさせていただいたということです。で、あともう一つはマイクです。で、これすごく、このネオシーさんのこの、アクショングラスなんですけども、マイクの感度がね、すごくね、いいです。今聞いていただいているこの音がもうそのものがこれマイクなんですけども、ソニーの、FDR の X3000 のピンマイクで使った時よりもピンマイクと同じようなもうそのぐらいの音質で動画が撮れるので非常にマイクもすごくね感度が高くていいなと思います。でバッテリーがやっぱり単体で使ってしまうとやっぱりこういった動画のレビューとかですと結構まあ長丁場、僕の場合ですとまあ15分とか20分とか、まあ、そのぐらいの時間で区切ってるんですけれども、やっぱり何本か撮ろうとするとあのバッテリーがね足らないっていうのが当然あったりすると思います。まあ、そういった場合なんかは、こちら、まあ、こういったところでねしっかりと物をこうやって取り上げて映せるっていうところなんかもやっぱりこのアクショングラスをつけててのメリットだと思うんですけど、まあ、こういったポーダブル電源、まあ、こういったものをつないで収録するっていうこともできますんで、まあ、こういったものをつないであげれば長時間収録するっていうことも可能ですし、まあ、Wi-Fi と、つなぎながら通信しながら収録するっていうことが可能ですので、まあ、こういった使い方で、まあ、私の方は、車のレビュー動画、車載動画っていうものを撮っています。なので非常に、まあ、これはこれですごく使えるアイテムかなと思いますので、やはり今度撮った後、まあ、見る楽しみっていうのもやっぱりあるかと思いますので、まあ、ぜひ、車載動画別に YouTube だけじゃなくても自分の、ね、趣味で私も YouTube 自体はどちらかっていうと車が好きで自分の趣味でやってるようなところもやっぱりあったりしますんで、そういった趣味でね後で見返した時に面白い動画が撮れる、もう残したいと、まあ、いう方にとってもねすごくこれはおすすめできる、アクショングラスなのではないかなと、まあ、思います。はい、なので、まあ、詳細は概要欄に貼っておきますので、まあ、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また価格もねめちゃくちゃ高いものではないと思います。まあ、2万円ちょっとぐらいで、まあ、このサングラス自体、サングラスだけでもね2万円ぐらいする、オークリーのサングラスとかですとね2万円以上するサングラスがほとんどだったりするわけなんですけれども、これはちゃんとかけ心地もいいですし、で、カメラもついててマイクもついててバッテリーまでついているということもありますの で、キャリングケースなんかもねちゃんとついてたりしますんで、セット品なんかも豊富ですので非常にいい商品かと思います。でかつこれ今販売されているね社長さんなんかもですねすごく手厚いサポートをねしていただけますので、まあ、何か困ったこととねあったらメールしていただければサポート、まあ、ぜひ買って損のないものかなと思いますので、ぜひお試しになっていただければ幸いに思います。それでは失礼をいたします。